どうもどうも、毎度毎度、何かをこうしようと、考えついた上がよくわかんないものを持ってる、どうも石です。今日はハイエースレジアスです。200系のハイエースレジアスです、の、ベルト交換の動画なんですが、これガソリン車ね。まあ解説うまくないです。はい、解説うまくないです。まあだから、あ、こんな風についてるなとか、あ、こんな風なんだっていうぐらいな感じで、やんわり見てください。まあとりあえず VTR スタート。さあね、じゃあそれでは早速取り外していきたいと思います、ベルトをね。検証はね、これ一本もののベルト、ほら、例えばエンジンベルト、ファンベルトとかクーラーベルトとかのパースベルトとかがない一色単になったベルトですね。ちょっと暗いんですけど、で、これ今これがオートテンションだ。これで、ベルトを自動的に張ってますね。ここを、要するに動かすことによってベルトが、緩んだりするんですけども、緩んだりするんですけども、今度こう振ったりゴムをかけるとね、ペダルとかこうどうしてもね、緩んじゃうんですよね。春方向に この取り出しはね、信頼者
でしょうか。全然全然カメラも暗いし分かりにくかったと思いますが、すいません。なんせこう作業しながらわちゃわちゃやってるんで、まあもしですね、やりに際しては自己責任でお願いしますね。あと本当喋り下手なんで、何も考えて作業のことしか考えてなくてやってるんで、もうちょっとうまくやれればな、まあ今後の課題として、はい、やっていきたいと思います。まあ僕結構突発的に撮るんで、はい、なんでまた、まあよろしければね、動画また上げてくるんで、上げてほら噛んだでしょ、こういう噛むとこもそう、本当ダメなんだよね。ということで、まあとりあえず今日は、これはまあレジアスエースだけど、レジアスエース、まあハイエースも同じだけど、のベルト交換動画でした。それでは皆さん、またの動画をお待ちください。それでは皆さん、さようなら。